え皆様お疲れ様です。えー、これで最後の話、あの発表になります。で、えー、これで終わりっていう感じではありますか、えーまあ。私にとってはですね、少なくとも楽しいカンファレンスですね。えー、皆さんにとってもどうだったかなというふうに思います。えー、今日はですね、えー、まあキーノートですね、Beyond Ruby 3.0ということで発表します。えー、Ruby Association の松本です。Ruby3 で、えー、Ruby 3っずっとね、あの、 45年ぐらい Ruby3 が出ますみたいな話をしてきたんですけれども、まあ、とうとうですね、えー、っと去年の12月、<laughs> 去年の12月25日にですリリースされました。で、えーあ、よかったよかったっていう感じですけれども、えーまあ、私はともかくですね、リリースマネージャーの成瀬さんをはじめですね、開発してくださった方が、えー、実際に骨を折ってくださったので、 えー、本当心から感謝しています。まあ、皆さんのこミコ,アコミッターのです、ねえー、労力のこうおかげだというふうにうあの思っています。Ruby3.0、いくつかゴールがあったんですけれども、まあえー、コンパチブル、それからベター、ファスターということでですね、えー、ゴールを設定して開発してきましたで。コンパチビリティについてですね、コンパチビリティファーストということで開発してきました。でえーまあ Ruby 3.0はですね、まあ、ほぼすべての Ruby 2.x のためのプログラムが、まあ、そのまま動作することを目標にしています。で、えーまあ、可能であればですね、何も変更しないで動くのが理想ということで頑張ってきました。互換性って非常に大事でですね。で、えー、まあ、こう。<laughs> ルビー作り始めてですね、もうずいぶん20年近くから30年近く経ちましたけれども、でその中でですね、まあ、互換性は大事ということを学んできました。で、プログラマーっていうのはですね、新しいこと大好きなんですけども、ので、Ruby、まあ、に新しい機能が入りましたとかですね、こ,うこんなふに改善されましたみたいな話は大好きなんですけども、でまあ、このカンファレンスのね、そういう話たくさんありましたけれども、まあ、一方ですねこう、新しいものを導入したために、なんか自分が苦しい思いをするの嫌なんですよね。うん まあ、誰でもそうかもしれませんけれども、でまあ、それこそが、ねまあ、互換性大事っていう理由なんですね。で、そのまあ、新しい機能がついたから、あるいはその言語がちょっときれいになったからって言って、ですねその、まあ、だいぶ自己満足なんですね、作ってる側のね。で、それでですねそのこう使ってるほうがです、ね、なんか今まで開発してきたプログラムが動かなくなっちゃったみたいなのは、ですね、まあ、だいぶまずいんですよね。 でだからこそ互換性大事だし、でそ,まあ、そういうことについてですねまあ痛い思いをしながら私たちも学んできたというようですね。ので、えー、Ruby はですね、えーまあ、進歩するんだけれどもで、ただ過去を破壊するようなし形ではなくて、えー、互換性を維持しながら進歩しようというふうに考えていました。でえー、ので、まあ、互換性維持しなくちゃいけないし、 で、えーまあ、完全な互換性をね、保つためにずいぶん努力をしてきました。とは言ってもですね、えーまあ、新しい機能、互換性維持しながらこう作るように努力してきたんですけども、まあ、どうしてもですね、その直さなくちゃいけないバグみたいなものもあってですね、で、えー、っとバグを直すっていうのは、まあ何らかの形で挙動が変わるんですよね。で、えー、残念ながらそのいくつかの プログラムはですね、それのバグの挙動に依存しているものもあってですね、でそういうことをするとですね、<laughs> まあまあ、そういう意味で言うと、3.0はバグ直した部分とかですね、まあ、どうしてもこ,うこれは後々加工を残すからどうしても直さなくちゃいけないっていういくつかのこう、非互換のところがあるんですけども、まあ、そうは言ってもですね、まあ、結構頑張ったというふうにまあ自画自賛をしています。はいえー、次ですね、あの言語も。 まあ進歩しないといけないので、言語の改善についても頑張りました。で、えー、例えばですね、こうエラーやバグをよ,よりよく見つけるということについて改善を行いました。まあ、具体的に言うとです、ね、性、まあ、的型チェックができるようになったとっいうことなんですけれども、まあ、最近はですね、なこうプログラミング言語業界ではです、ね、性、まあ、的型がすごい流行してですね。で えっとまあ Go とかですね、Rust とか Swift とか最近話題になっているプログラミング言語はですね、まあ、みんな静的型言語なんですよね。で、一方ですね、PHP とかですね、Python とかタイプスクリプト、あ、違う、JavaScript とか、JavaScript みたいなですね、昔からある言語もですね、えー、なんか PHP に型前言がつきましたとかですね、Python に型ヒントがつきましたとかですね、JavaScript はまあ型のついたバージョンであるタイプスクリプトができましたとかですね、そういう感じで、その、まあ、その、 私たちの仲間だと思ってたプログラム言語たちがですね、どんどんその成績型の方に行ってしまうわけですね。でそうするとですね、まあ、みんなこう成績型に行っちゃったっていうふうに感じるわけなんですけども、で、えー、毎年言ってはいるんですけども、あのまあ、取り残されて寂しいんですよね。で、そうすると、まあ、私たちも行くかなっていうふうにこう思うわけなんですけども、まあで、それでもやっぱり答えはノーなんですね。で、なぜかっていうとですね、まあ、あの、単的に行っちゃうと、 方宣言書きたくない <laughs> でただですね、まあ、性的型にメリットがあることはもちろん認めていて、でえー、例えば、より正確なチェックが行ってほしいという気持ちはもちろんわかりますし、それから、えー、エラーをですねより早く見つけてほしいという気持ちもわかります。それから、えーっと、行動感みたいなものをねより正確にしてほしいという気持ちもあって、まあ、できるなら私も欲しいという感じですよね。でそれから、 えーまあ、スタティック型チェックが欲しいっていう気持ちももちろんわかるんですね。で、そこでですね、まあえー、Ruby3.0 ですね、えーまあ、Ruby Signature、それから TypeProf、それから s t e p や Solve のような型チェッカーみたいなものができるような仕組みをですね、えー、導入しました。Ruby Signature についてはですね、まあ、TypeScript の D.ts みたいなものだと思っていただければいいと思うんですけれども、ただその <laughs> この、このスライドを準備した時点でか、あの カンファレンスまだ始まっなかったんですけども、よく考えたらですねこう、これ一番最後の話なので、大体終わってるんですよね、みんな説明がね。で、えっ、ー、と、まあ、その辺ちょっと高速で飛ばしてもいいかなっていう風な気はします。えー、まぁ、あ、RBS ってこんな感じのね、Ruby の方ののを表現できるような、えー、言語になります。別ファイルに書かれるんですけども。で、えー、Ruby3 は、こう、コアライブラリーに関しての RBS を、こう。 一緒に同梱ンでシップされています。で、まあ、これがあるとですね、まあ、タイプチェッカーができたりとかですね、あるいは ID を改善できたりとかですね、それからまあコードコンピューション改善できたりとかですね、えー、っと、まあ、ID で開発するときにタイプシグネチャーをポップアップしたりとかですね、そういうことができるようになりますので、まあ、こう型情報があることそのものは素晴らしい,い,いことじゃないかなというふうに思います。またですね、タイプロフというツールを、まあ、Ruby3 には タイププローフはです、ね、抽、え、象、っと、解釈というテク,テクニックを使ってです、ねえーこう、型解析をするためのツールなんですけれどもで、えー、素朴な型解析を行ったりとか、ですねそれから RBS の生成を、アートのアプリケーションの RBS をですね少なくともひな型になるようなものを生成したりとかしてくれるツールですね。 エンドさんが1日目のキーノートで,ですねだいぶ話してくださったので、まあ、ざっといきますけれども、まあ、こんな感じの Ruby のプログラムがあって、まあ、メソッド、クラス風にメソッド風とバーがあって、で、えーまあ、風のオブジェクトを使ってからなんとかっていう風な感じのプログラムを作るですね。そうすると、そのバーの方はですね、えー、インテジャーを受けてるんですねあ。なんかうさぎの影になってますけど、バーメソッド42を引数して呼んでるんですけれども、でえー、そうするとですね、だけど中で、その A、 まあインテジャーのはずの A と,です、ねえっと文字列を足してるんですね。でそうすると、そんなメソッドはないので、エラーになるっていう感じで、ここであのタイプロフで型エラー見つかるという感じですね。そうすると、生成された RBS は結果としてまあフメソッド、フークラスにはフーメソッドがあって、インテジャーを取って、インテジャーを返すという結論が出ます。 でまあ、この延長線上で,です、ねまああの、エントザがキーノートで紹介してくれたようなタイプロフ ID みたいなものができるようになって、まあ、プログラムを開発しながらです、ねえーまあ、型の不整合みたいなものを見つけたりとか、ということができるようになります。でえーまあ、さらにです、ね、Ruby を良くしようという気持ちはある当然あるわけなので、まあ、Ruby3.0 ですね、新しいシンタックスもいくつか導入しました。でまあ、具体的にはパターンマッチングと、えー、ナンバードブロックパラメーターですけれども、 でパターンマッチングはですね、えーまあ、こんな感じですね。この例、前にも出したような気がするので、まあいいですよね。まあ、JSON みたいなものをパターンマッチで中のデータをこう取り出せますっていう感じであと3.0では1行パターンマッチングを導入して、まあ、使い方によってはですね代入の代わりに使ったりとか、ですねあるいはその多重代入の代わりに使ったりとか、ですねあるいはそのデコンポジションの代わりに使ったりとかですねできるようになっています。結構似てるんですけど。 2.7でやろうとしたらあんまり評判よくなかった <laughs> 機能ではあるんですが、まあいいですね。一行パターンマッチとしてあの復活したっていう感じです。次ですね、えー、ナンバードブロックパラメーターですけれども、まあ、これはそんなに難しいものじゃなくて、これですね。えっと、一、まあ、番目の引数、ブロックの一番目の引数に名前をつかないで、アンダーバー1っていう呼べますよっていう感じですね。まあ あの簡潔さは力なりっていうことわざないな、なんか有名なフォール・グレアムのエッセイがありますけれども、でそれにして、まあ、簡潔に書く。ただ、もちろんね、このブロックの中身がものすごく複雑になると、こうまあ、読めないプログラムになるので、まあ、こう自定して使ってくださいというようですね。 さて、えー、Ruby3.0 でですね、えっと、コンカレンシについても改善を行いました。えー、1993年に Ruby を作り始めた時点ではですね、一、えーまあ、つのコンピューターには一つの c p u しかなかったんですけども、まあ、現代においてはですね、こうまあ、デュアルコアとかオフタコアとかね、64コアとかですね、いっぱいコアがあるわけですね。そうすると、まあ、高速化のためにはですね、いっぱいコアを活用しろということになるわけですね。で、まあ、高速化の鍵はですね、まあ、コンカレンシにあると言っても過言ではなくなったんですが、 ただ、ね、Ruby 作った時点ではですね、そんな発想はあんまりなかったので、でえっと、Ruby にはですね、グローバルインタープリタロックっていうのがあってで、えーこうバ、バーチャルマシンの中でですね、一つのスレッドしか同時には動かないようになっています。で、これは、まあ、スレッドセーフなランタイム、バーチャルマシンとか作るのすごい大変なんですよね。で、えー、特にですね、その既存の言語のランタイムを作ろうと思ったらすごい大変なんですよ。 でそれでこう、Ruby、まあの今の VM、今までの VM はですね、まあ、マルチコアを活用する方法があまりなかった、スレッドを使っても全然改善されないみたいなことが結構あったんですけれども、で私たちのアイデアとしてはです、ね、で、まあ、コンカレンシーをこう改善しましょうということについて、2つのものを導入しました。1つは AsyncFiber と、ね、いう機能ですし、もう1つはラ a タ t という機能です。AsyncFiber というのは、ですね、まあえー、IO ヘビーなタスクをこう 改善するために導入したものです。で他の言語ですね、Async と Await っていう,こうキーワードを導入して、機能を提供しているんですけれども、例えば Node.js とかそうですね。Ruby3 はですね、この辺を、ね、Fiber っていう昔からある機能を使って実現しました。でまあので、新しいキーワードを、ね、導入する必要とか全然なくて、Fiber のコンテキストスイッチを アイオペレーションごとに変あの切り替えるっていうことができるようにしました。ただそのためには、そのファイバースケジューラーっていうのを設定してやる必要があります。これ、まあ、基本的な仕組みなので、でえーっとまあ、ファイバースケジューラーを自分で書いたりとかそういう必要がないように、まあ、ライブラリでラップするっていう形になります。で、AsyncFiber、えーまあ、っていうのはですエ AsyncFiber っていうのは別にマルチコアを使うものではないので、でえー、ただ、 コンテキストスイッチが早いので、まあ、素直に書くんだけど、こう高速に実行できるという形になります。これはですね、まあ、基本的にはそのファイバーを使ったファルコンっていう Ruby 用のアプリケーションサーバーがあるんですけども、でえー、これのそのバックエンドになっています。でえーね、でじゃあ、マルチコアを使うためにどうするかというと、まあ、CPU。 CPU がヘビーなタスクをです、ねえー、分割するために、ラクターを使うわけですね。で昔はそのギルドって呼んでたんですけども、まあ、名前は,はあんまり表さないというです、ね、名前ですごい揉めてですね、でえー、結果的に RubyActor からラクターという単語をです、ね、笹田さんが、えー、考えていました。揉めた でラクターは CPU インテンシブタスクのためにあるんですけれども、基本的にはその分離されたオブジェクトスペースですね。えー、ラクターについての発表もですね、まあ、昨日も今日もありましたので、ある程度はあ皆さん伝わってるんじゃないかなと思いますが、えー、独立した、えー、オブジェクト空間で、えー、チャンネル、一種のチャ,レンチャンネルを使ってコミュニケーションするというものですね。基本的に状態を共有しないので、えー、こうデッドロックとかですね、えー、心配してい。 ではあるんですが、まあ、全く何も共有しないわけではなくてね、えー、と一部のものはこう共有を行いますで。共有するものっていうのは、まあ、イミュータブルなオブジェクト、でそれからリカーシブリ、あの再帰的にフリーズされたオブジェクト、それからえ使い勝手のためにですね、えー、とクラスとモジュールは,はオブジェクト間で共有されることになっています。でラクター間では、ね、ギルに相当するものはないので、でえー で別のラクターの動きはですね、ね他のラクターに邪魔されることなくて、フルスピードで動くので、まあえー、CPU、マルチコアを活用したこうコンカレンシーをです、ね、実現できるためのものです。これはできるよっていうことですね。で、えー、最後ですね。えー、最後がですね、えー、っと、あれ <laughs> あの。パフォーマンスですね。えー パフォーマンスの改善結構大事で、でまあ、そのためにで,もですね、Ruby3x3 みたいなタイトルを上げてですね、えーまあ、JIT をはじめとした改善をずっとやってきました。えー、例えばですね、Ruby2.6 からは、ね、MJIT ていう名前の JIT コンパイラを導入しました。でそれらの、まあ、あとメモリの改善とかですね、まあ、メモリアクセスの改善であるとか、まあ、いろんなものを改善を積み重ねてですね、えー、いくつかのベンチマークにおいては、 えー、Ruby 2.0に比べて、えー、Ruby 3.0は3倍速いということを達成しました。まあ、具体的には OptCarrot というベンチマークなんですけれども、でこれは割とそのじっとが効きやすいアプリケーションであります。で残念ながらです、ね、Rails アプリケーションとかそんなに速くなっているわけではないんですけれども、でまあ、そういう感じで,です、ね、Ruby 3.0を改善してきました。はいでえー、ここまで、ね、Ruby 3.0について語ってきましたが、 どうですかね、えーまあ、そういうのを踏まえたこう Ruby 会議2021なんですけれども、皆さんにとってどうでしたね私にとってはすごい素晴らしかったって話はこう今までもしたんですけれどもで、皆さんにとっての Ruby 会議2021はどんなカンファレンスでしたでしょうか私にとってはですね、まあまあ、繰り返しになりがちなんですけれども、 えちょっとこう感想戦っていうかですね、振り返ってみたいんですが、1日目のキーノートですね、インドさんによるタイプ、タイプロフーを使った ID ですね。これはですね、私、だいぶ感動しましてですね <laughs>。スティープの,の VC プラグインを見たときも感動したんですけども、やっぱりその Ruby を使っていながらです、他の、例えば Java とかね、性的な方の言語のこう ID で開発しているのと同じような体験を こうできるっていうのは、ですね、まあ、ここまで来たかっていうふうな感じをすごい強く感じました。また、ですね、えー、と桑原さんが RBS の現状とですね、まあ、データを集めていくということについて発表してくださいましたけれども、あこれもまたですね、えー、こう未来を感じさせるものです。で、これ,これやって RBS が揃自分に対して揃っていけば、ですね、えー、より多くのプログラムがですねより高速に型解析できるようになるということですね。 のモデル発表だったなといいううふうに思いますまたですね、笹、え、田、ー、さんがですね、でまあ、デバッガーのこう、まあ、新しいユーザーインターフェースですね、それからまあ性能改善すごいしたっていう話をしてございましたけれども、これもデバッガー、オリジナルの Ruby デバッガー、ガーは確か私が書いたんですよね。でこう、まあ、とりあえず動くみたいなとしかできなかったんですけど、でまあ、遅いう使い勝手もあるしとかいう感じだったんですけども、まあ、こう、 普段の改善したのはですね、結構よくてですね、あとあの逆方向に実行できるっていいいですよね。あのバグ、デバッグしてですね、この変数壊れたの、どこで壊れたのって探すのすごい大変なんですけど、それがですね、一発で見つけられるってのは本当に素晴らしいなというふうに思いました。はい、えー、っとあと、糸柳さんのねあの、グラフィカルターミナルインユーザーインターフェースオ,オブルビーさんって言っていう感じです。あのまあ ターミナル上にウィンドウを出してっていうふうなことを紹介してございましたけども、まあ、これを使ったですね、えー、IRB の、なんですかね、ID 化っていうんですかね、あの保管できたりとかです、広報出たりとか、そういうポップアップが出たりとかいうのあの、ものすごい短期間で作ってくださいましたけれども、で、動くところまで作ってくださいましたけれども、これもですね、Ruby のこう使い勝手の改善っていうことに対して、すごい効果的だなというふうに思いますね。まあ、こういうのをまとめてですね、えー、Ruby の ツールを通じたそのユーザーデベロッパーエクスペリエンスの改善っていうふうなことがですね、こうされていてでこう、いや、そうなってほしいなと思ったことがですね、着々と進んでいて、現実になっていてですね、こう嬉しいっていうふうなことをすごい強く感じました。た、ま、だですね、えー、y g i t マキシムが発表していらっしゃいましたけれども、YZIT、えー、まあ、現時点ではその、えー、とベースラインの アップストリームの CLB には組み込まれるこう状態ではない、組み込まれてはいないんですけれども、ただ、えーまあ、私たちとしてはですねこう、すごい希望を持っていますしでえっこ、これ取り込めたらいいなというふうに思います。ただ、あの補修大変そうっていうのもあるんですけれども、で、YZ はですね、まあ、私たち 手元でベンチマークをしたら、そのレールズベンチ10%速くなったりとかするので、それはそのすごい改善だなというふうに思っています。またですね、えー、MZIT の担当であるその国分さんがですね、RubyZIT <music> was slow っていうあの発表でですね、どういうところに問題があって、どういうふうに改善していくかということについてですね、話でございました。また、えーまあ、YZIT についてもまあポジティブなことらしいので、 でそれを見ているとですね、まあ、マルチレイヤージットとかですね、えー、より高速なジットとかですね、まあ、夢ではないなというふうに感じました。また、えー、2日目のキーノートですね、クリスが、まあ、Ruby に Shape を導入してですね、えーまあ、インスタン,センスのアクセスとかを高速化するっていう話をしてくれましたけれども、まあ、それも、まあ、いいなって <laughs>、未来の希望があるなというふうに思いました。 でまたねあ、ごめん、えー、とマキシムの y トの話でもですね、シェイプについては、えー、と触れられていましたけれども、こう,こうやってこう改善の余地がある可能性っていうのは見せてくださいす。すらしいなというふうに思います。また、えーと、ピーターとマットはですね、えー、とバリアルビズアロケーションというタイトルで、ルビーのオブジェクトアロケーションの改善について、えー、発表してくれました。えーまあ こう特にウェブアプリケーションとかですね、メモリがボトルネックになりやすいんですよね。で、そうすると、まあ、こういう改善っていうのが、まあ、今後効いてくる可能性はすごく高い。まあ、現時点でどこまでいいかっていうのはまだちょっとわかんないんですけども、まずその、いい方向に向かっての一歩だというふうに思います。はい。えっと、エレゴンこと、えー、ベノアとジョセフがですね、えー、ジャスインコンパイリングルビーレギュラーエクスペーションと。 ということで話してくれましたけれども、まあ、これも高速化についてですね、希望の持てる話だったと思いますね。まあ、トラフルルビー、すごい早いんで、参考にさせてもらいたいと思います。えーまあ、ジェレミーですね、コアコミッターの希望の星、ジェレミーのオプティマイズンパーシャルバックトレス、これもパフォーマンス改善も含めて、えー、ジェレミーの貢献についてです、ね、発表してくれました。まあ、このようなですね、えー、とルビーのパフォーマンスを改善するということについてもですね、 さまざまなことが実際に行われているのを見て、まあ、これもやといういはい。それ以外にもですね、例えば、パラレルテス e l t e s t i with a t o r s って、Vinitia。それから、Raptors、えー、Speed is not Light Speed ということで、高森さん。えー、話しておりままた、えっ、ー、と、今日ちょっとあの、通訳との打ち合わせで聞けなかったんですけども、エルビ a p t o r Quick ということで、えー 宇那助こと、中村さんがですね発表してくださいました。まあ、ラクターをはじめとするコンカレンシーについてもですね、実際に使ってみてっていう話が出てきたのがすごいいいなって思いました。で、えー、っと、青時さんがですね、It's time to build your RubyVM をマークしたとこで、これもですね、まあ、小さな RubyVM を作るというのを発表てくださいました。 それから、橋、え、見、ー、さんがですね、えっ、ーえー、と、MRuby のバーチャルマシン、MRuby スラッシュ C のバーチャルマシンを、えー、まあ、キーボードを出したっていう,こう、みんなどよめいてましたけれども、Ruby は実質キーボードっていうので、<laughs> それからですね、まあ、ストーリー・オブ・ルーシーということで、近藤さんがですね、えっ、ー、と、MRuby のバイトコードを、えー、EB、え、e、BDF、e、の、えー、にバイナリーコンパ、あの、バ,バイナリン トランスレーションするっていうふうな発表もしてくださいました。えっと、これもですね、まあ、MRuby の一つの可能性を見せるっていう。最近、私、プログラマーとしてはずっと MRuby にかかりっきりで、<laughs> CRuby の方はこう中田さんとかね、私よりもずっと優秀、中田さん、遠藤さん、サザさんとかをめする、その私よもずっと優秀なプログラマーにお任せしてるんですけども、まあ、こうやってですね、まあ、MRuby の方の発表もこういくつか見るってことができてですね、まあ、それはそれで嬉しかったです。 ですねえーまあ、こういう全体を通して、ね、あの Ruby 会議2021テイクアウトで,です、ね、その私がもずっと持っていたビジョンです、ね、がその現実化しているのを目の当たりにしてです,、ねまあ、すごいこう喜びに満ち溢れたっていう感じがします。はい、でじゃあ、こういう,う Ruby3.0 とです、ねまあ、発表から。 半年以上経ちましたけれどもでこの、この先どうしていくのっていうことなんですけれども、でやっぱりですねそのツールズパフォーマンスっていうのは、まあ、あまり変わらないかなっていうふうに思うんですね、ここをしばらくは。えーまあ、3.0はき大きな機能拡張がたくさんあったので、まあ、ちょっと若干荒けづなところが残っているので。 で、そのバギーなところとかですね、直していきたいなというふうに思います。特にそのラクターにバグが残ってるっていうあの本人の申告だったので、ここを直していきたいなというふうに思います。また、他にもさまざまなところですね、改善したりとかですね、直したりとかするところが必要なところがあります。で、その結果ですね、Ruby3.1 っていうのは、機能的にはですね、だいぶ保守的なリリースになるんじゃないかなというふうに思います。毎年目玉は何みたいな話で話をしてきましたけれども、3.1の目玉っていうのは、 現時点ではですね、あまり大きいのなくてですね <laughs> で。えー、どっちかっていうと、そのより安定しているとかですね、えー、バックが少ないとかですね、そっちの方になりそうな気配があります。まあえー、とはいえ、ですね、例えば IRB が協力になるとかですね、あるいはタイプロファイ D がつくとかですね、まあ、そういうふうなプラス、特面はあるとは思います。はいえーまあ、さらにです、ね、Ruby のこうコアだけではなくて、ですね、その他にもこうツールの改善は行われて 行くとといいなといいいなうに思っててまますすそそしてそれを応援ルビーのユーザー体験っていうのはですね、まあ、言語がいいから、ルビーの体験はいいっていうふう,なふうにこうずっと言ってきたんですけれども、えー、ただですね、そのより良いこうユーザー体験ってのはですね、そのツールから来るものも結構あるんじゃないかなというふうに思います。例えばその、Ruby、ま、はあ、この Ruby3.0 で、性的型解析についてですねできるよ、だいぶできるようになってきましたが、えー だいぶできるようになってきましたけれども、でそれって別に言語仕様の変更はないんですよね。で、えーと、ツールによってそれを実現したわけです。するとその、ツールっていうのはこう、プログラミング言語界隈において、あるいはそのプログラミングソフトウェア開発ですね、ソフトウェア開発において、えー、より重要になってきているんじゃないかなと思います。で、例えばですね、ランゲージサーバープロトコルのツールであるソーラーグラフ。 それから、まあ、性的型解析のツールであるソルベから e y、えーまあ、プログラムチェッカーであるルボコップそういうようなツールをはじめとして、よりよいツールによって、まあ、よりよい体験が実現できるようになってきているんじゃないかなというふうに思いますので、Ruby3.0 以降はです、ね、こういうツールを応援するということもやっていきたいなというふうに思っています。で多分です、ね、もっとたくさんのツールを 作ったたりり改善したりすするる必要があると思いますタイプチェッカーもそうですし、あるいは Ruby のフォーマッターがいいのが欲しいなとかです、ね、す、ま、で、あ、まあにありますけど、ランゲージサーバープロトコルについてもです、ねまあ、改善したり、あるいは場合によっては統合したりとかする必要があるかもしれません。だからパフォーマンスチューニングのツールをもっといいものが欲しいというリクエストもあります。それからデバッカーの改善ですね、笹田君、だいぶやってますけれども、もそういう,ようなツールの改善についてもです、ね、やっていかないといけないな いいうふうふに考えていますそれからですね、パフォーマンスの改善ですね。まあ、Ruby っていうのはその、まあ、人間中心の言語とかですね、えー、とこう楽しいプログラミングの,です、ね、そういうその使いやすさと,か楽しさとか、そっちの方にあにプライオリティ優先順位を置いてきて、そのパフォーマンスっていうのはです、ね、こう優先順位がこう相当的に低かったんですよね。でも、ですね、やっぱパフォーマンスって、まあ、バカにならないんですよね。で えっと、ソフトウェア開発者っていうのはこうなんか、ね、パフォーマンスのためにこう苦労するのはあんまり苦労を厭わない傾向があってですね。で、えっ、ー、と、なんかプロ、新しいバージョンの言語が出ました。互換性に問題があるので、ちょっと直さなくちゃいけないんですけど、その,その代わり、きれいな言語が、言語仕様がよりきれいになりましたって言われても、はぁ、あ、何それっていう感じではあるんですが、しかしですね、えっ、ー、と、そうすると、 ちょっと移行のコストを払わないといけないんですけれども、そうすると、あなたのプログラムがより高速に実行されますって言うとですね、よし、やるかっていうふうに、動機づけになるんですね。で、そういう意味から言うとですね、えっと、パフォーマンスというのはすごい、こう、重要だなって思います。で、えっと、パフォーマンスっていうのはですね、まあ、パフォーマンスの良さっていうのは、こう、いろいろな問題をですね、解決してくれるんですね。こう、より、主にメンタルな観点で。 で、えー、あとですね、えー、っとこう、パフォーマンスっていうのはですね、あっとこっちなかった、えー。パフォーマンスっていうのはですね、あと評判に直結するんですね。あの現場は高速だとかですね。<laughs> だからすごい言ったで、こう、まあ、プログラマー、まあまあ、私もプログラマーの一員としてですね、やっぱあのパフォーマンスの話が大好きなんですよね。こう、なんですかね、あのよく、こうあの、レディットとかハッカーニュースとかですね、あの パスターとかクイックとかいう単語を見るとですね、なんかこの辺にピクピクとかこう反応があるんですね。速い高速なプログラミングとかの話大好きなんですよね。まあその割に私自身は高速なプログラミングをする、高速なプログラムを書く才能がなくてですね、なんかちょっと時々落ち込むんですけれども。で、いずれにしてもですね、そのパフォーマンスの比較みたいな話大好きなんですよね。でもね、どうやってパフォーマンスの比較をするかっていうのはなかなか難しい問題で,で、 あのプログラミング言語っていろんな側面があるので、まあ、どういうふうに使われるかっていうのをこう仮定するのは難しいんですよね。えーまあ、Ruby 使ってゲームを書く人もいますし、でゲームに使う人もいますし、ねまあ、多いのは Web アプリケーションだと思いますし、例えばその科学技術計算にこうプログラミング言語を使う人も当然いますし、それからテキスト処理にプログラミングを使う人もいるわけですね。でえーまあ、そういうにまに、まあ、どうやってそのパフォーマンスを測るかっていう時にですね、 で大体、場合はです、ねまあ、マイクロベンチマークによってこうパフォーマンスを図るんですね。で、まあ、間近よみたいな感じではあるんですが、えー、例えば、えー、会場、ファクトリアルナンバーの計算とかですね、あるいはフィオンダッナンバーを計算したりとかですね、それから、まあ、単語を数えたりとか、テキスト中の単語を数えたりとかですね、そういうことであの言語は早いとかやって話をしたりするわけですよね。 だけど、こういうマイクロベンチマークはですね、そのリアルワールドのアプリケーションの実こうパフォーマンスに関係するかっていうとですね、まあ、正直なところ、あまり関係ないかなっていうふうな気がするんですね。ただ、こう、まあ、なんていうの,あの、プログラマー同士のですね、こうよもやま話っていうね、雑談のネタとしてはですね、すごい面白いんですよね。なんだけど、まあ、雑談ですればいいんですけど、 だあの多くの人々は、ですねそういうそのマイクロビッチマークの結果みたいなです、ねまあ、誤った過程のもとにです、ね、意思決定を行うことが多いでよね、残念ながら。まあ、ため息つきたくなる <laughs> <laughs> ですけども。パフォーマンスっていうのは、ですね、えーまあ、評判につながると。でなんだけど、まあ、実際問題として、まあ、Ruby っていうのは十分に高速なんですね、多くの場合はね。で例えば GitHub であるとか。 インスタカードであるとか、クックパッドもそうですけれどもで、そういうその多くのシステムがです、ね、Ruby で動いていてで、えっと、全く問題がないとまでは言わないんだけど、まあ、動いてはいるんですよね。でそうするとその、あなたの次のアプリケーションが、例えば GitHub やクックパッドよりもこうヘビーなトラフィックをさばきますかっていうと、まあ、ほとんどの場合はそうならないんですよね。でちゃんと作ればちゃんとあるんですよ。なんだけど、 えとまあ、例えばマイクロベンチマークでこう測定されたパフォーマンスによって評判が決まると Ruby 遅いとか言われるわけですね。なんかすごいがっかりな感じですけども。で、えー、マイクロベンチマークがこう評判を作るっていう。まあ、でも、何て言うんですかね、これプログラマーの本能みたいなものなので、もうもうしょうがないなっていうふうに思うんですね。で、えー、そのこれからもです、ね、パフォーマンス改善頑張るんですけれども。 でえー、もちろんリアルワールドのアプリケーションの、ね、パフォーマンスが重要なので、これはファーストプライオリティなんですけども、ただですね、そのマイクロベンチマークについても十分に力を入れようかなっていうふうに考えています。でなぜならば、その人々はなぜかこうマイクロベンチマークを非、ね、常に信用するからなんですね。で、まあ、同じようなことをですね考える人たちはいたらしくてですね、えーと、Python コミュニティがですね、えー、と去年かな今年あ今年だ、今年あのし、 とこう発表でですね、えー、とファスター CPython というかですね、パフォーマンスを改善しようみたいな話をしていますで。シャノンという人がですね、えーこう、オープンソースで、えー、な今,今まで、ね、なんか独立したプログラムがプロジェクトがいっぱいあったんですけど、Python の世界では。でえー、なんだけど、えー、4年で5倍早くしよう。3x3 <laughs> よりすごいぞ。<laughs> っていうふうなことをですね、言ってたんですね。で えー、例えば3.11ではこれこれの改造をして、えー、あのパフォーマンス開始しましょうと。で、えー、それからこんなこともしましょうみたいなことを言ってですね。で、えー、もう一回ですね、えー、Python の人たちは、えー、と4年で5倍。で、毎年50%ずつ速くしていって、で、4年間連続すると、えー、1.5の4乗は大体5.06 2 5といくつだなので、えー、そうすると大体、まあ、いい5倍に速くなる。 マジかよっていう感じなんですけども、まあ、具体的にはですね、えー、っと、まあ、アダプティブバイトコードインタープリター、だから、ベターフ,レームあのフレームスタック、ゼロオーバーヘッドエクセプション、ファスターインテジャーインターナル、ジャストインタイムコンパイラみたいなアイディアがありますということを言ってます。うん、で、まあ、その、まあ、Python が早くなるって、すごい素晴らしいことだと思うので、で、頑張っていただきたいんですけれども、で、実はですね、えっと、彼らのアイディアのうちの多くはですね、すでに Ruby でやってるん ですね、例えば、そのこうインテージャーをこうタグに、インテジャーにタグつけて、ポインターの中に埋め込むボックスインテージャーであるとか、あるいはインラインキャッシュであるとかで、フレームスタックの改善であるとか、それからスーパーオペレーターズ、それからジットコンパイラーですね、うん、でこれらについてはですね、もうなんかやってるんですね、まあまあ、これらに改善の余地がないとは言いませんけど、まあ、すでにやってはいるんですね。 ので、まあ、正直言うと、ですね、まあ、そんな簡単に5倍できるかよっていう感じがしないでもないんですが、ただ、えーっとまあね、あの私のこう疑いがですね間違いであることが証明されるのは大喜びで、もしそのこう彼らがです、ねまあ、なんかうまいことやったならです、ね、ぜひそのまねさせていただきたい <laughs> あの、Python 先輩から真似させていただきたいなというふうに、えー、考えています。で,ですね えー、ここで提唱したいのはですね、Ruby3x3、Revisit ということですね、えーな、どういうことかっていうとですね、Ruby3.x、えー、は Ruby3.0、えー、に比べて何らかのベンチマークで3倍速いというのを実現したいなというふうに考えています。で、3x3、えー、だとあの区別がつかないので、なんかちょっと Revisit とか Again とか Relax とかなんかそういうのをつけようと思ってるんですけど、 で、えー、こういうそのパフォーマンス改善をです、ねえー、継続していきたいなというふうに考えています。で例えば、ですねジットよくしたいですね。より軽量ジット用意したいと。でまあ今日あの Y ジットの発表がありまあ今日した。昨日だね昨日 Y ジットの発表がありましたけれども、あとえっ、ー、と M ジットのオリジナルオーサーのあのブラッド・マカロフ、ブラディミル・マカロフは、えっ、ー、とミールっていう テクノロジーを開発しています。で、これもね、ライトウェイトジットなので、まあ、この辺の技術を組み合わせることができたりとかするといいなっていうふうに考えています。で、その結果ですね、まあ、ライトウェイトジットと、まあ、ヘビーウェイトジットっていうんですかね、まあ、そういう感じの、そのマルチレイヤージットによって、パフォーマンス改善できる余地っていうのは結構あるんじゃないかなっていうふうに思っています。また、えーまあ、バリアブル、あの、 メモリメモリレンクスみたいなですねあの、ラベルコレクターの改善みたいなものですね。まあ、2.x の範囲内でだいぶやったんですけれども、まあ、あといくつかできるようなことはあるんじゃないかなというふうには思っています。そいうからですね、えーと、ラクターのパフォーマンスを改善したいというふうに思っています。可能であれば特にですね NM ラクター、つまり Go のゴルーチみたいにですね、えーと、ネイティブスレッドとそれから、えー、と実際のこうラクターを切り離してですね、 えーまあ、CPU の数だけネイティブスレッドを立ち上げて、その上にその例えば何百とか何千とかのラクターを作っても大丈夫みたいなふうにできるといいなっていうふうに考えています。ね、N ラクターオン M ネイティブスレッドですね。でえーとまあ、現在はですね、えー、と1ラクター1ネイティブスレッドっていう実装なんですけどこれよりもだいぶライトウェイトにできるんじゃないかなというふうに思っています。 結果的にですね、そういう感じのそのパフォーマンス改善とか、通ルの改善とかには注力するんですけども、その言語指標の改善、例えば新しい文法を入れたりみたいなものっていうのは、まあ、とりあえず現時点ではあんまり考えていない,いう感じ。また、あの、でもね、こう、例えば今日の午前中、マクロの発表があったりとかですね、<laughs> なんかちょっと面白げなものもあるので、絶対やらないとは言わないんですけど、<laughs> ただですね、えーまあ、基本的にはその文法がどうこうっていうよりはですね、 えー、ツールの改善とパフォーマンスの改善に注力しようかなっていうふうに思ってはいます。はい。えー、まあ、無双化じゃないかな。自分は無双化じゃないかなっていうふうに思ってるんですね。つまり、例えば、4年あん、5年前だかな。5年前に、その Ruby3x3 って言ったときにですね、まあ、また、また行って、みたいなことを言われたわけですよね。だけど、まあ、こう曲がりないにもそこまで3.0へ到達した。 で、えー、今日もですね、Ruby3x3 リビジットという感じでですね、あの、話をしましたけれども、もまたこんなこと言ってっていうふうに、あとで言われると思うんですけども、で、えー、まあ、こう、夢があるんですよ。で、それはですね、Ruby が、こう、まあ、より素敵な言語になってですね、Ruby 開発してて、みんながハッピーである世界っていうのを欲しい。あの別にその、例えばですね、なんだっけ、あの、プログラミング 言語人気ランキングで Ruby が1位になるとかですね。<laughs> あるいは、その開発者年収ランキングで Ruby が1位になるとかですね。そういうのは別に求めてないんですよね。なんだけど、こう、Ruby を使っている人たちが、こう、不安なく Ruby を使っていて、そして幸せに開発ができる未来が欲しいっていうふうに思ってるんですよ。昔から。で、えーまあそのためにですね、まあ、今まで、 こう Ruby を作ってきたわけですし、皆さんを協力してですね、まあ、コアコミッタンに一生懸命働いてもらったりとか、ましたのはですね、まさにそういう夢を実現するためだと思ってるんですね。ただ、えっ、ー、とまあこう C ルビーに関して言うとですね、私プログラマーとしてはちょっと限界に達していて、自分でこう関わってもあんまり C ルビーがこう良くならないので、で賢いプログラマーがより賢いプログラマーがたくさんいるので、だいぶお願いしてる。 感じになりました。でもうですね、まあ、私一人でできる状態ではなくなってるんですね。で、えー、Ruby、GoGoMeet こは優秀な人たちたくさんいますけれども、でも、さらにこう助けが必要だっていうふうに思っています。で、えーまあ、さっき見ましたようにですね、まあ、ツールとかパフォーマンスの改善とかにです、ね、フォーカスしてるんですけども、で えそれらをですね、えー、もっとこう応援したいなっていうふうに思っています。それはそのコアコミッターだけではなくて、あのそれぞれのツールを開発している人たちも応援しないといけないなっていうふうに思っています。で、まあ、いろんな形で応援していきたいと思っている、まあ、オープンソースなほと,んんほとんどのものがオープンソースなので、でまあ、GitHub でプルーリクエストを送るとかですね、まあ、そういう形の貢献みたいなものを期待したいところではあるんですけども、で、えー、っとこの そのツールの改善とそのパフォーマンス改善について注力しているっていう未来をですねより方向づけるためにですね、まあ、グラントみたいな形で支援しています。RubyAsociation、えー、ていう,こう日本にあって Ruby、えー、の開発を応援している団体があって、私、理事長チェアマンしてるんですけれどもで、えーと、これは開発グラントを出しています。毎年3、4件ぐらい取ってですね、あ毎年じゃない 毎年34件ぐらい取ってですね、で1件あたりその5000ドルを出しているんですけれども、で <laughs> で例えばサイエンティフィックコンピューティングであるとか、あと、まあ、MRuby とかもありましたけれどもで、あとツールの改善とかですね、まあ、そういうところに対してこう開発している人たちに対してですね、えー、こうグラントを出すという,ふうなプロジェクトをしています。でえー、興味がある方はですね、えー、以下の URL でこう。 今回、今期の本もね、募集していますので、えーっとまあ、ぜひ応募していただければと思います。締め切りですと。で、えー、例えばですね、まあ、ツールの改善であるとか、えー、っとあと、サイエンティフィックコンピューティングのジャンルの改善であるとか、MRuby についてとかあですね、まあ、いろいろな応募があり過去もありましたけれども、これからもですね、そういう方向で、えー、ツールの改善とパフォーマンスの改善についてですね、えー、を中心に選んで、Ruby の未来をですね、こう応援していきたいなという。 金銭的にも応援していきたいなというふうに思っています。ですね、あとこう、別のグラウントも用意したいなというふうに思ってて、でこれ実はですねあの、まだあんまり誰にも相談してなくてですね、こう理事長のこう暴走な感じではあるんですけれども、もうちょっとこう、ん、ま、ていうんですかね。あの ボードメンバーとあと相談してから本当にできるかどうか決まるんですけど、で、えっ、ー、と、シュートアウトインプルーメントグラントっていうのを始めたいなって思ってるんですね。で、えー、これ何かっていうとですね、まあ、これ案なんですけど、例えばですね、えっ、ー、と、あの、シュートアウトゲームってあるんで、マイクロベンチマークの塊みたいなやつ。これでその、あのどの言語が早いみたいな競争する人結構いるんですけど、で、えー、このシュートアウトゲームのうちのどれかを、 10%パフォーマンス改善できたら1000度出します。で、えー、50%以上改善できたらもう1000度出しますとかですね。あるいは、えー、とレールスベンチマークがありますけれども、レールスベンチマークを10%改善,改善できたら改善できたら1000度出しますとか、そういう感じのこうグラント出せたらいいなというふうに思ってるんですね。で えこういうのがあるとですね、なんかこう、パフォーマンス改善に頑張ろうっていうふうなことを言う人がいるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、ただですね、えー、っと、まあ、ルールが必要なので、まあ、相談し、いろいろ相談してからですね、えー、っとこう、レギュレーションを発表したいなというふうに思うんですが、まあ、まずですね、とにもかくにも他のボードメンバーと全然相談してないので <laughs>、まだ理事長の思いつき。 レベルなので、えっと、またですね、えっと、Ruby アソシエーションの中でですね相談して、えー、できるかできないかも含めて、えー、っとこう皆さんに後でご報告できたらいいなというふうに思います。でえー、もしかするとですね、Ruby アソシエーションってすごい予算の潤沢なきこう団体ではないので <laughs>。 でもしかすると予算がないのでできませんみたいなことになるかもしれないんですけども、そしたらですね、もうちょっと規模を小さくしてですね、えっと、私が個人的にもらっている GitHub スポンサーズのお金のほうからですね、出すといいな出す、出していこうかなっていうふうに、えー、考えています。いくつか。で、えっ、ー、と、まあ、予算、もしですね、えー、皆さんがですね、えー、っと、いや、このシュートアウト、あれなんだっけ、 シュートアウトグラントに関してですね、えー、こう応援したいという気持ちがもしあるような既得な方がいらっしゃいましたらです、ね、もしその例えば寄付みたいな形です、ね、出していただけるとですね、えーまあ これが現実になりやすいなというふうに思います。あの、寄付されるときにですね、えっ、ー、と、シュートアウトインプルメントグラントのためにっていうふうに書いていただけるとですね、より <laughs> 良いんじゃないかなというふうに思います。えっ、ー、と、Ruby Association、日本の方は Ruby、ま、Association、あ、でですね、えー、寄付受け付けていますし、あと Ruby Association とジョイントを組んでいますので、えー、もし、その、えっ、ー、と、Ruby Association ってその、あの、減税が何もないんですよね。その申し訳ない。 なんですけどルビーセントラルはですねタックデダクションがあるので、もしそのルビーセントラル経由で、えっと、あのグラントを応援したいということがあれば、ですねルビーセントラルの方に寄付していただいてもですねいいと思います、えー。特にアメリカにご住まいの方は、ですねルビーセントラル経由で、えー、こうパフォーマンス改善のためのグラントに寄付していただけるといいんじゃないかなというふうふに思います、まあえー。寄付があってもなくてもですね <laughs> 我々オープンソースなので、 えとこのまま方向性は決めて、えー、少しずつやっていこうと思います。で、えー、われわ今までもですね、別に何か、なんていうのは、すごい与えられているスポンサーの中でですね、いろんな活動をしてきましたけれども、まあ、えー、それでですね、まあ、より良い世界が作れるといいなというふうに考えて頑張ってきましたが、まあ、正直言うとですね、まあ、リソースが足りないときも時々あったりとかですね、 でそういうところに、あんまりリソース足りないなと思ったところに、ですね、まあ、いろんな企業さんがです、ね、じゃあ名乗りを上げてくださって、今の私たちがあります。また、いくつかの企業さんは、ですね、えー、コアコミッターのうちの何人かをフルタイムで雇用してくださっています。でえー、そういう企業さんの助けによって、ですね今の Ruby は現実化しています。も、えーまあ、もしでですすねね、えー、皆さんもです、ねえー ご協力いただいて、まあ、いろんな形で、例えばオープンソースソフトウェアの開発に参加するもそうですし、それから GEM を作るもそうですしで、自分のウェブアプリケーションを作って、まあ、Ruby でお金を儲けるもそうですし、でその儲けたお金の一部を、まあえー、グラントをために寄付するとか、あるいはあの、まあ、企業であれば Ruby アソリシエーションの会員になっていただくとかですね、まあ、そういう形を通じてです、ねえー、よりこう開発をドライブすることができるんじゃないかなと。 そうすると、まあ、よりこう幸せな未来をですね、より早くこう手に入れることができるんじゃないかというふうに、えー、考えています、はいえーまあ。このようにですね、えーまあ、Ruby3.0 が出ました、えー、一つのエポックだと思いますが、これから先もですね、特にツールとパフォーマンスについて改善を継続していきたいので、えー、みんなで一緒に前を進んでいきましょうというので、今日のキーノートになります。えーこのえー トークおよび松本の活動、すべての活動はですね、えー、Salesforce.com の提供で、<laughs> 昨年、ヘロクを辞めたんですよ。なんですが、えー、ヘロクは辞めたんだけど、Salesforce.com はですね、まだ松本のスポンサーになってくださっていて、でえーとまあ、個別の企業で言えば、一番大口の,あの、まあ、スポンサーになってくださっています。えー、別に使っ ないんですけどでなんだけど、えーと、オープンソースとクラウドの未来のためにということで,です、ね、スポンサーになってくれています。それからですね、えー、と1997年以来、私を末、ま、で雇用してくださっているネットワーク共有通信研究所、通称 NACL に、えー、感謝しています。えー、スポンサしています。また、えーとまあ、今日え昨年来ですね、えー、と昨年来 何年来ですかね、あの GitHub スポンサーズを始めたらですね、まあえっと今で82人でしたかね、えー、の人たちが、えー、GitHub スポンサーになってくださっています、えー、企業もあるかな。で、えー、まあ。 ありがとうございます、えー。GitHub スポンサーの人たちのおかげで、まあ、経済的に助かって、<laughs> 松本家は経済的に助かっています。ありがとうございます。で、えーまあ、その他多くの企業の、うん、が私を、ねまあ、技術顧問として採用してくださったりとかしてくださっています。また、えーまあ、Ruby そのものもですね、Ruby コミュニティの支えなくてはですね、私一人では何ともならない。 状態になってますので、えー、Ruby スポンスあの r u b コミュニティはですね、私と私たちのですね、ええコスポンサーになってくださっています。本当にありがとうございます。で、えー、このようにですね、えー、みんなが一丸になって未来を作るときにですね、本当に素晴らしい未来を作ることができるんじゃないかなというふうに思っています。 はいえーまあ今日の話は以上になります。どうもありがとうございました。そして、えー、皆さん、Ruby 会議、えー、2021年に参加ありがとうございました、えー。カンファレンスはこれで終わりますが、えー、Ruby 会議は永遠に不滅、<laughs> 永遠に不滅です。少なくとも気持ちの上では永遠に不滅ですので、えー、皆さんと一緒にです、ね、また、えー、来年のカンファレンスで、できればリアルでお会いしたいと思ってますありがとうございました以上です。